グランフューリーはクライスラーがプリムスブランドで販売していた自動車である。本社がプリムスの歴史上最後にラインナップされた FR モデルであった。1975年型グランフューリー、サバーバン1977年型グランフューリー、フリート仕様1975年、それまでフルサイズであったフューリーがインターミディエートサイズに小型化したことによって空いてしまった。 フルサイズの穴を埋めるべくグランフューリーは登場した。基本的に1974年型フューリーがベースとなっており、細部が変更された進化版といった形であった。ラインナップは大きく分けて、セガン、ハードトップのグランフューリーとワゴンモデルのサバー版の2種類となっていた。1976年に大幅なフェンスリフトを実施し、1977年まで、 生産された。グランフューリーは、パトロールカーなどのフリートセールスが好調で、現にプリムスは1975年度、全米警察車両販売台数で1位を獲得しており、その中でのベストセラーがこのグランフューリーであった。一度生産を中止したグランフューリーであったが、1980年に復活した。プラットフォームは新たに R プラットフォームが採用されている。 バリエーション豊富であった仙台とは、打って変わり、ボディは4ドアハードトップ1本となった。本社は、クライスラー・ニューポートの姉妹車であり、ニューポートとの違いは、グリルのデザイン、エンブレム程度であり、仙台に比べると個性は弱まっていた。また、ニューポート以外にクライスラー・ニューヨーカー、クライスラー・ニューヨーカー・フィフス・アベニュー、ダッジ、セントレジスの姉妹車でもあったが、 そちらはデザインは大幅に異なり、より高級感のあるデザインが採用されていた。これにより売れ筋は民間より警察などの公用車としての方が比重が高かった。発売からわずか1年後の1981年、グランフューリーは次世代モデルへと更新された。グランフューリーは1982年にミッドサイズにダウンサイズしてフルモデルチェンジした。 M プラットフォームに仮装されたボディは4度アセダンの1本で、グレードはベースグレードと上級のサロンとの展開となった。姉妹車はダッチディプロマット、クライスラーニューヨーカー、クライスラーフィフスアベニューであり、特にディプロマットとはエンブレムやグリルの塗り分けが違う程度で、ほとんど同一のデザインであった。グランフューリーはカナダでも販売されたが、こちらはプリムスカラベルに改名して販売された。 アメリカで販売されたプリムスカラベルとは全くサイズの異なる別の車である。グランフューリーとの違いはカラベルにはクーペとステーションワコンの設定があったということであった。販売に関してはシンプルでベーシックなグランフューリーとディプロマットはフリートセールスがメインとなりがちになっており、一般向けの販売の主力はより上級のクライスラーフィフスアベニューとなっていた。そのため、 グランフューリー、ディプロマットは、先代と同じく主に警察などの公用者向けが主な販売先となり、初年度1982年は18,111台を販売していたが、最終年の1989年は、残りの約5,000台を販売し生産終了した。1978年型カラベルにドアクーペ1986年型。 カラベルサロン4ドアセダン1977年にグランフューリー1978年にフューリーが生産終了した後にカナダではその2車種の後継者としてカラベルを登場させた。これはダッチディプロマットの姉妹車であり2ドアクーペ4ドアセダンステーションワゴンの3種がラインナップされていた。1981年にビッグマイナーチェンジが行われ。 1982年にアメリカでグランフューリーが復活した後もカラベルの名で販売が続けられた。そして1983年アメリカで新型前輪駆動車として開発された別のカラベルの販売開始に伴い名称をカラベルサロンに変更し1989年まで販売されることとなった。ありがとうございます。